はい、皆さんこんばんは、山城です。ということで今日はですね、何をやっていこうかというとですね、うちのチャンネルでですね、なんと品質検証をやっていこうじゃないかということでございますね。どういう感じかというとですね、まあ、簡単に言うと、これの前のね、49番目のシリーズでやってますタイトルね、最底辺 YouTuber は俺ら、スタッフ制度プレゼンツ最底辺チャンネルを決定戦っていうのをね、やってますね。うちがいかに最底辺なのかはね、まあこのね、動画を見た方ならね、もう皆さんお分かりになってると思います。というか他の動画を見てる方ならもっと分かるでしょう。なんせくだらない、つまらない、何の役にも立たないとね、非常にこっぱみじんにね、言われているうちのチャンネルではございますかね。ただね、じゃあね、下には下が いる可能性もありますからね。いや、うちが一番下だよっていうことをね、いろんなデータを使ってやりましょうということをやりました。で、その時にね、いろんな数値の出し方でね、品質のね、YouTube における品質っていうものの出し方をね、ちょっとうちのチャンネルなりに、こう作ってみたんですね。データというかそういうものを。で、それを逆にですよ、使えば、これ、一番品質の高い YouTuber さんとかもわかるんじゃないかということですね。要は YouTuber のランキングって基本的にはチャンネルの登録者数がランキングになってますよね。チャンネル登録者数が高い人がイコールランキングの上っていう形になってるんですけど、でそれだけだとつまらないじゃないですか。ということで、いわゆるチャンネル登録者数の上位の、ランカーさんですね、をうちのですね、品質ランキングのデータに照らし合わせたら、一体どういうふうにランキングが変わるのかっていうのを見ていこうじゃないかという企画でございます。どういう数値を見るのかだけ先に説明しておきましょう。まず一つ目ね、書いてあります。登録者数対動画数ということで、MPF 指数という指数を使います。これはもううちのチャンネルがね、独自に開発した指数でございます。チャンネルで公開されている動画本数を、チャンネル登録者数で割った数字です。ですから、動画の投稿数に対してどれだけの登録者数がいるかっていうことが示しております。要は動画のね、投稿数の量が少ないのにチャンネル登録者数が多いってことは、それだけ一つの動画に対してあ、この動画を見たいわって思うね、ファンの人がつきやすいってことになってきますよね。この数値は低ければ低いほど、それだけ質が高い動画が多い、ね、ファンがつきやすい動画が多いという見方ができるんじゃないかということで、この指数取ってみました。で、ただこれだけだったら、不利な方がいます。それは昔からやっている人です。で、昔からやっていてね、ファンががっつり固まっている人はね、それ以上なかなか増えにくいじゃないですか。だからそこから投稿しても投稿しても増えないんだから、これじゃちょっとこれだけではフェアじゃないだろうということで、2つ目の指数を作ってみました。ならば平均視聴率ですね、視聴率ってなってますけど、視聴数ですね、動画の視聴数を平均したものです。で、これはですね、ちょっと YouTube のシステム上削除になった動画は含まれません。ただ非公開動画がある場合は、この動画数がカウントされないんですけど、再生数には、これ総再生数にはカウントが入ってくるみたいなんで、このあたり完全な、平均数ではありませんけど、まあある程度参考になる数値になるかなということで、これでも見てみましょうってことです。で、これでしたらね、昔から投稿している人でもね、ずっとね、ちゃんと平均視聴数で、稼いでる人でしたら、この数値は良くなるでしょう。ということで、先ほどの動画とね、対比してみることができますよね、ということです。で、もう一つね、実はね、前の動画、やってるシリーズの方では、この二つだけで、今やってたんですけど、新たにもう一つ、でもこれだけだとね、なんかね、物足りないなということでね、何かなと思ったんですよ。な、言うならこれは打率じゃないですか。で、こっちが打点っていう感じですね。登録者数の増え方ですから。打点、打率。なら、もう一つ何かなと思ったら、本塁打数ですよね。やっぱホームラン打ってる数というか、ホームランの飛距離ですね、今回の場合は。ということで、人気動画の視聴回数の係数もやっていこうと思います。で、YouTube で出てくるあの人気のアップロード動画っていうのでね、それで、上の方に上がってるやつの、上位10本の再生数を、足した数値、これを出してみようと思います。この数値がやっぱし大きければ大きいほど、つまり、バズってる動画の中での一番バズってるやつの上位10本を集めて、それの相場が一番大きいところって、やっぱしそれだけバズる。ね、飛距離のある動画を作るっていうことですから、これもやっぱしね、スラッガーですよね。言うなればね、タイロン・ウッズとか古い
ごめんなさい、ね、柳ギータですよね、柳ギータみたいなね、感じのね、スラッカー山川みたいなね感じのね、スラッカーの、人たちはどんな感じなのかね、もしくはね、あのアベレージした秋山とかね、いう感じのね選手とか、そういうようなねところとかも見えるかもしれませんし、もちろん三冠王だってねありえるかもしれませんからね、実際にこれをねちょっと見ていこうと思います。で、今の段階でですね、ある程度入力しました。前回のね作ってた動画とはちょっとまた変わってますけど、上2つにね参考にするために、うちの、チャンネルとサブチャンネルのデータが書いてありますけど、登録者数104人で、こんな感じね、これが最低限の数字です。あの NPFT っていうのがありますけど、これはね、条件で言うとこういう感じ。5より大きいやつは5本動画を投稿して初めて1人チャンネル登録者数が増えてるっていうね、凄まじいところですよね。これがちゃんとしたところだと、この下に書いてある通りどんどん低くなりますよってことなんですけど、もうすいません、ある程度ねちょっと先に入力をさせていただきました。こうやって見てみるとね、いやーすごい差ですね。ちなみに登録者数の順番でとりあえずまず並べてます。ですからここのランキングはね1、2、3、4、5となってますね。前回の動画ではこの順位もつけてなかったと思いますけど、順位つけました。ランキングつけるようになりました。でこのランキングも登録者数、視聴者数、この NPF 値ね、NPF 値以外は全部、点数の高いもの、本数の多いものとかね、視聴回数の高い多い方が、高い数値のものが1位になるようになってまして、逆に NPF 値は、一番低い人がね、1位になるようになってます。こうして見てみると、なるほど、ちょっと面白い数字が出てきてますね、すでに。ちなみに上位、今ね、1、2、3、4、5位の方までね、軽く入力をしてみました。先にちょっと紹介しておくと、1位の方はなんとね、このね、キッズラインさんというところなんですね。すいません、実は私存じてなかったんですけどね、なんとここのチャンネル、なんと1200万人なんですね。20ミリオンか。ね、まあでも10ミリオン超えてくるわけですよね。1000万超えてますよという、うちの日本のチャンネルでは、唯一1000万を超えているチャンネルみたいです。で知らないのもそのはずでね、あの子供の、あの向けのおもちゃの紹介とかそういうようなことでねやってるところみたいでね、いわゆるあの家族でね、あのお子様のいるね親御さんとか子供がね見てね楽しむようなやつらしいです。やっぱキッズってウケるんですね。2位も同じような感じ。ここはどっちかというと、なんか、あの、親バカな感じの方って言ったら、あれなのかな。あの、子供のね、あの、その、いろんな体験の様子とかね、なんか最近だと、いちご買ってるね、動画とか、そう、いちご買ってる様子とかがね、上がってる動画でした。ですから、ワンツーはね、子供向けのところ、なんで、ちょっと私はあまり、触手に触れてなかったって感じなんですけど、3位がね、はじめ社長という風になってるということなんです。で、4位がヒカキンさんなんですね、今。タキロンさんっていう方が、これまた、子供向けの、いろんな子供向けのおもちゃとかをいろいろと紹介したり、してるところのようです。やっぱ子供向け、キッズ向けが強いんですね、こうして見てみると。で、当然登録者数ので並べてるんで、ここはランキング1、2、3、4個となりますよ。なるほどなるほど。で総視聴回数を見てみるとすごいですね。こっちは100億、すげえな。100億も、再生が入ってるらしいですよ。できっとおもちゃ業メーカーさんとかがこういうところにあの案件入ってくるんですけども、ボコボコ入ってくるんでしょうね。ということで、なんとね、もう登録者数も視聴回数も、でびっくりしたのは動画の投稿本数ですね、5035本も上げてるんですよ。なんだこれはってね、びっくりしましたけどね。いやーすごい量上げてますね。やっぱ数打つっていうのも大事なんですね、こういうふうに見てみるとね。はい。って、いうことがわかりますね。ただ、この辺りも動画の投稿本数も大体一緒になってるんですけど、はじめ社長とヒカキンさんちょっと変わる。ヒカキンさんの方のが上げてる数多いんですね。はい。まあ、基本的にもこの辺りは毎日投稿は原則みたいな感じですもんね。はい。で、見てみると、視聴回数で見てみるとちょっと面白いですよね。やっぱヒカキンさん強いんだな。っていうのが、ここでも見えてきますね。そうするとね、やっぱアベレージとか取ってくると、また面白い数字が出てきて、まず NPF 値を見てみると、なんとこの5人だけで比べてみると、一番低いのがキッズライサーになります。すごく高度な争いですけどね、これあの、
うちのチャンネルとかのね、ところまでを表すためにね、初期値規制ってこういうふうにしました。いわゆる、0.001 以下ですから、1パーミルね、1パーミルを未満の方っていうのは超一流ということでつけたんですけども、もう皆さん超一流。ね、ということですね、0.0001、0.0001すら、超えてきてもね、すごいですよね。っていうことなんで、超一番間違いないんです。なんですけど、こうして見てみると、動画の1本あたりの、登録者でっていうふうに見てみると、はじめ社長が一番高くなるんですね。一番効率よく登録者数を稼いでるっていう形になるんですよね。はぁ、なるほど。意外ですよね。2位に滝野さんっていうところがあるんですね。これ多分投稿本数がそうか少ないからね、その分やっぱりそういう風になってきますよということですね。で、3位が専門も IC さんとかってなってきて、実はヒカキンさん、キッズラインさん。で、キッズラインさんが5位になるってことは、これ多分やはり投稿本数が相当多いですから、そうすると、うん。実は1本あたりで登録者の増えてる数っていうと、こういう風になってくるんですね。まあ、ただまあ、もう上げ止まり感はあるんでしょうね。1200万人ですもんね。あとはね、バッティングアベレージね、アベレージもね、出してありますよと。見てみると、やっぱしね、同じくね、アベレージのね、はじめ社長なんですね。300万ですよ。平均が300万ですよ。うち、平均82ですよ。ね。いやー。こうして見てみると、ああ、全然違うじゃないですか。ねえ。うわあ、結構差ありますね。いや、アベレージ稼げてないのは、やっぱこっから見ると、タキロンさんが一番稼げてないのか。1位はじめ社長、2位ヒカキンさん。やっぱし、アベレージ稼げるのは、いわゆる王道系の YouTuber の人が、やっぱし、安定して再生数が入るのか。で、やっぱちょっと一つ、キッズ向けよりも、やっぱ頭一つ抜けてますよね、こうして見てみると。こっからね、じゃあ、あとは、爆発力ですね。今のところ NPF 値と、WAV 値だけで言うと、はじめ社長が2冠取ってます。で、2位につけてきているのが、いや、これは拮抗した戦いになるんじゃないでしょうか。では、最後にスラッガー争い見てみましょう。どういう意味でかというと、アップロード済みの、ね、動画のところからですね、並べ替えをしたときに人気順っていうのがあるので、これで見てみましょう。そうするとね、基本的には再生数の多い順になるんじゃないかなということです。違ったらごめんなさい。でも、うちのチャンネルを見る限りはそうなってるんですよね。ですので、これでいこうと思います。上位5本でいいか。めんどくさくなったので、もう上位5本にします。そうしますと、上位5本でうちの場合は 13,909。だから500本あるうちの、上位5本でほぼほぼ4分の1以上の、再生数を稼いでるんですね。どれだけ他の動画低いんやっていうね。だから意外と飛距離で言うと最底辺の割には飛ばしてるみたいですよ。で、合計が2,574ってことでね、これは多分、ね、はじめ社長とかね、ヒカキンさんとかのね、一番低い動画の100分の1にも届かないかもしれませんね。それくらいすごい数字ですね。いやー。で、上位のね、キッズラインさんとか見ていこうと思います。で、今回ね、ランキングの、最初に使わせてもらったのが、このゆうちらさんっていうサイトを使わせてもらいました。これでね、いろんなランキングとか、ランキングとかね、やってるってことなんで、すごく、このサイト役に立ちました。で、まずはキッズラインさんから上位10本入れてみましょう。あ、5本ね、入れてみましょうか。こんな感じらしいですよ。一応人気中最新ので見ましょうか。うほっ、何、6億回アイス屋さんごっこ6億回す。0、8個違いの1、2、3、4、5、6、7、8。合ってるのか。合ってるわ。100億か。ってことで、なんと合計をすると、ビリオン超えるんですね。いやー、すげえ。10億合計が10億飛んで、5077万再生。合計5つでね、
相当上稼いでますね。10億。ですから逆に言ったら上位5つの動画で100億ね、いってるんですから、10分の1、5000何本あっても、その、ね、やっぱ上の爆発力は相当あったんでしょうね。いやー、すごいな。次、専門配信さん行ってみましょう。まあ、世の中こんなにも登録する人がいるんですからね、うちのチャンネルでも何か間違って来ないかな。まあ、来ないんでしょうけど。専門配信さんは、人気順ですると、7.5 億回。7.5 億回、さっきのやつ。1位が6億でしたよね。あ、こっちのが1位。高いんだ。7.5 億回。すごいなぁ。次は7.2 億回。ここは上位すげえな。で、最後が 1.7 億回。え？上位5つで言ったら、これは全然もう、だいぶ差がつきましたね。倍以上ある。キッズラインさんのね、専門マイスさん、実は、上位の爆発力で言ったら、2100？ あ、じゃあ、21億。うわすごいな。総再生数どうでしたっけ？ってことは、67億のうち、21億やから、ほぼほぼ3分の1近くが、もう上位5本で占められてるんですね。ですから、かなり飛ばし屋さんですね、ここ。当ててますね。何が当たったの？そうだ。うち奈良公園歩いた動画、3再生ぐらいしか入ってないぞ。なんで、雨の付けどころが良かったんだな。いや、子供が足りないか。うん。あと、しかも、ロックスポ取ってなかったもんな、そういや。うん。はぁー、すげえ。すごいですね。で、3位が、はじめ社長ね。動画の人気順ですると、おぉ、1.2 億回が一番。まあ、もちろん、これ全然すごい数字なんですけどね。1、2、3、4、5、6、7。1.2 億回が一番上で。でこうして見てみると、あ、だいぶ気付けとは顕著に違いがありますね。気付けはヒットすると、あれホームラン当たるととんでもない場外に飛んできますね。ヒカキンさんは、へえ、基盤は、ああ、テーマソングね、これが1億回超えてる。1、2、3、4、5、6、7。で見てみると、はじめ社長の方が確かに全体的に数字が高めになってるかな。うん。はあ、はあ、なるほど、なるほど。で、最後に滝論さん。滝論さんがどんな感じになるかっていうと、ああ、やっぱキッズは当たると飛ぶんですね。4.5 億回。おお、これはだいぶ下がってましたね。はい、ということでね、数値が入力し終わりました。いやー、見てみると面白い数字になりましたね。飛距離、ね、本塁打王争いはね、どうなるかと思って見てみたらね、全く今まで見てきた数値と、全然違う数値が出てきました。いや、これは特性が見えて面白いですね。こういうのね、品質検査ぽいじゃないですか。特性が見えてくるっていうのがね。で、見てみると、一番、この中で、いわゆる飛距離が一番遠かったのは、専門マイシーさんですね。一番多いやつが7.5億回。もう 7.5 億回ですよ。ね、すごい数字を叩き出した。他の動画も 7.2 億回、2億、2.9 億回とかね、これも約2億回ですよ。1.9 億回、1.7 億回ってことで、全部億、唯一ですね、この中で。しかも、最後の億も 1.7 億回ですからね。ってことで、もう、完全に頭一つ抜けた数字になりましたね。21億回。うほー！こうして見てみると、
ね、その上位の動画だけで見てみると全然あのはじめ社長やヒカキンさんよりもすっげー稼いでるんですけど、アベレージにするとはじめ社長とかヒカキンさんの方がコンと良くなるっていう、頭一つ抜けて良くなるっていう感じになってますから、いやこれは面白い数字が出ました。で上位3位は完全にキッズ向けで、ここになってくるとタキドンさんが2位に入ってくる、なんでかなと思って見てみたら、一発目は確かにキッズ第3位6回だからこれが多いんですけど、多いんですけど、ただし次の動画が次 1.5 億回に落ちてるんですよね。で、それでこちらのね、タキドンさんの方は 4.5 億回 3.3 億回 1.5 億回 1.2 億回ってね、来てますから、ここの段階で1億回を切ってきてますから、この辺りの、ところでね、逃げ切った感があります。すごい2位ですよっていう形になって、で惜しくも、3位に、キッズラインさんということで、飛距離でいうと実ははじめ社長ヒカキンさんはあのいわゆるあの場外ホームラン、まあ十分場外なんですけどね、あの1億回超えてるんですから、もう全然場外なんですけど、思った以上に数字の差が出ましたね。ということで、こう見てみるとキング決めにくるのはね、なかなかちょっと難しい、かなり特性によって違うんだなってことで、三冠王はいなかったけどワンツーを抑えたのは、はじめ社長ってことで、比較的アベレージに してみるとね、強いところと弱いところというかはっきり見えてきましたね。はじめ社長さんなんて、ね、アベレージこんなにあのダントツでアベレージで、ね、視聴数のアベレージ稼いでるのに、飛距離、ね、上位動画の数で言ったらこんだけですから、逆に言ったら比率で言ったらだから最も低いんですよね。うわー、これは面白い数字が出てきましたね。ですからあの YouTube も戦略によってこれだけ違うってことですね。一発当てに行くのか、それとも、アベレージをしっかり稼いでいくのか、やっぱり YouTuber としてですね、その職業としてしていくにはこのアベレージ稼いでいく、その能力、これ大事なんだなということが分かってきましたね。つまりうちもアベレージの高いね、人気ニーズに応えた動画を上げていけばきっと上がるんじゃないでしょうか。多分人気の上がる動画っていうのはこれを10分とかでまとめるんでしょうね。今一体何分話してんだ俺、45分もやってるよ頑張って10分にまとめてみます。はい、10分以内の動画にしないと多分気づきしいですよね。実際にはこれ、編集45分かかっておりますということでですね、とりあえず上位5位見えてきました。他の方の動画のねランキングなんかもこれからねいろいろ見てたり、あとはねあのジャンル別でもね VTuber さんとか鉄道系 YouTuber さんとかね、いろんなジャンル向け別でも、どういうような数値が出てくるのかね、特性が見えてくるかもしれませんので、そのあたりも、今後ねいろいろと、随時ねちょっとチェックしながらやっていこうと思いますのでね、よろしければねまたこれ面白かったよとかね、ぜひねあの、楽しみだよっていう方とかね、あのぜひあのお気軽にですね、チャンネル登録とね、あと高評価とかね、コメントを本当にコメントいただけるとね本当にねあの嬉しい限りでございますのでね、ぜひねあのそのあたり、よしなりよろしくお願いいたしますということでね、まあ、これぐらいでね今回の動画も締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。